2022年11月4日、ジャニーズ事務所に所属している5人組アイドルグループ、King & Prince から平野紫耀さん、岸優太さん、神宮寺勇太さんの3人が来年5月に脱退することが電撃発表されました。平野紫耀さんと神宮寺勇太さんはグループ脱退とともに、岸優太さんは来年秋にジャニーズ事務所からも退社するとしています。昨年から話し合いを重ね、全員がお互いの人生を尊重しようという考えで一致し、発表に至ったとしています。ジャニーズ事務所では1日に副社長であった滝沢秀明さんの退任が発表されたばかりで、ファンや関係者には驚きのニュースが続いています。今、ジャニーズ事務所に何が起こっているのでしょうか。滝沢秀明さんの2018年の引退劇を少し振り返ってみましょう。タッキー引退、ジャニ、北川社長の後継として、2018年9月12日に発表された滝沢秀明さんの引退表明。滝沢秀明さんを引退に追い込んだ理由とは何だったのでしょうか。そこにはジャニーズ事務所内の深刻な路線対立があったとしています。このままジャニーズ事務所にいても自分のやりたいことができず、後輩たちの人生も背負いきれないと当時の滝沢秀明さんは考えていたといいます。本気で実業家への転身を考え、自ら企業と接触していた時期もありました。プライベートで熱心に行っている火山探検の活動も自分でスポンサーを見つけています。ジャニー北川さんは滝沢秀明さんを引き止めるために、以前から構想にあった後継者指名を前倒しで実現させたのです。2018年7月、ジャニーズ事務所は公式サイトに新たな組織図を掲載していました。そこにはジャニー北川さん直轄の J プロジェクトなる新組織が設けられていました。副社長であるメリー氏、ジュリー氏の管轄から明確に分離されていましたが、この新組織こそ滝沢秀明さんが手掛ける新プロジェクトであり、養成所計画だったというのです。 J プロジェクトではジャニー北川さんが発掘と育成のノウハウを後進に引き継ぐ場であり、ジュニアの下にこれまでは存在しなかったジャニーズチルドレンと呼ばれる研修生というポジションが設けられたといいます。才能が認められた少年は特待生として月謝も教科書代も無料で育成する計画もあったそうです。しかし異能のジャニー北川さんが少年の才能を見抜く能力は他人が容易に真似できるものではありません。かつてジャニー北川さんに100枚以上ある応募写真の中から4人の少年を選ぶように言われたことがあり、自分なりに写真を選んでみたが、ジャニー氏から全然ダメだと却下されたという人が語ります。ジャニー北川さんは15、6歳の少年が10年後、15年後にどんな顔になるかがイメージできるそうです。その心眼の正確さは幾度となく証明されてきました。13歳で入所して以来、ジャニー北川さんから目をかけられた滝沢秀明さんは間近でその仕事術を目の当たりにしてきました。ジャニー北川さんの指導を受けた滝沢秀明さんはジュニアのオーディションの面接官を務めたこともあります。あるオーディションで関ジャニの横山豊さんを不合格にし、ジャニー北川さんが慌てて連れ戻した話は有名です。現場でジャニー北川さんのイズムを叩き込まれた滝沢秀明さんは後継者として適任でした。滝沢秀明さんのジュニア時代を知るジャニーズ関係者は次のように語彙います。若い頃から滝沢秀明さんはステージに出ながら裏方の仕事にも熱心に取り組んでいました。ホームビデオを撮るのが趣味で、自ら台本を書き後輩ジュニアに演じさせた映像作品をよく撮っていたといいます。2018年9月11日、滝沢秀明さんと今井翼さんはジャニーズ事務所の本社ビルで話し合い解散を決断しました。2人の意向を確認したジャニーズ事務所は極秘裏に担当記者を招集したといいます。急遽2人の囲み取材をセッティングし、滝沢秀明さんが引退後にジャニー北川さんの後を継ぐことと、近く今井翼さんが事務所を退所することが明かされました。報道陣の前で滝沢秀明さんはジャニー北川さんへの熱い思いを饒舌に語る一方で、今井翼さんは憔悴しきった表情でほとんど言葉を発することもなかったといいます。対照的な道を選んだ2人の間には微妙な空気が流れていたそうです。今井翼さんの表向きの退所理由は持病であるメニエール病の治療だが、滝沢秀明さんとの不仲が一因となったことも否定できないそうです。
今井翼さんはかつて自分と滝沢秀明さんをジャニー北川さんの申し子と語り、ジャニーズ事務所に忠誠を誓っていました。しかし次第に滝沢秀明さんとの扱いの差が広がっていくことに苛立ちを隠せず、自暴自棄になっていた時期もあったそうです。1962年の設立以来の組織再編を行ったジャニーズ事務所ですが、その背景にはジャニー北川さんの健康問題があるとしていました。深刻な病状ではないものの、ジャニー北川さんは大きな病を患っていました。車椅子に乗っていることもあるし、2、3人のスタッフに支えられていることもあったそうです。健康問題を抱えたジャニー北川さんが下した最終結論は、ジュリー氏ではなく滝沢秀明さんへの後継指名だったのです。死ぬまで社長は譲らない。当時ジャニーズ事務所側が繰り返し強調していたのが、滝沢秀明さんはジャニーズ事務所の社長候補ではないということでした。近藤真彦さんや東山紀之さんが関連会社の株を所有しているケースもあるが、オーナー企業のジャニーズが血族以外に社長の座を譲ることはないとされています。あくまでも経営のトップはメリー氏の娘であるジュリー氏であり、次の社長にジュリー氏が就任する方針にも変更はないといいます。だがジュリー氏への前情を拒んでいたのは他ならぬジャニー北川さんでした。本来なら社長交代はもっと早い段階で行われて叱るべきでしたが、ジャニー北川さんは死ぬまで社長の座は誰にも譲らないと固くなで、スマップが解散する前には次の社長は絶対飯島だと言い続けていたほどだったそうです。基本的に女性スタッフと言葉を交わさないジャニー北川さんが唯一コミュニケーションを取っていたのが、スマップの元マネージャー飯島道さんでした。しかし当時ジャニーズ事務所の今後も決して楽観できない状況でした。滝沢秀明さんが育成のトップに立っても状況は変わらないと考えるタレントは少なくなかったからです。ジュリーさんが飯島道さんに目をかけられたタレントを冷遇してきたように、今後も滝沢秀明さんが育てたジュニアや研修生を事務所が使いたがらないのは目に見えていたのです。舞台には出演できるかもしれないが、デビューできるかは別問題だと言います。特にジュリーさんが担当するテレビ出演に関しては絶望的だと言われていました。ジュリー氏が事務所を仕切るようになり、現実問題として対象視野に入れるタレントも少なくありませんでした。2022年11月1日、滝沢秀明さんがジャニーズ事務所を退所すると報道されました。報道によると、ジャニーズ事務所と滝沢秀明さんは双方代理人を立てての話し合いがあったそうで、物々しい雰囲気だと言います。今回の一連の問題は、2018年の問題勃発から端を発していることは明確でしょう。ジャニーズ事務所の終わりの始まりとなるのでしょうか、それともすでに始まっているのでしょうか。今後の動向に注目していきたいと思います。ご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。